ゲオルク・シュリンプフはドイツの画家であるマジックリアリズム、新植物主義、ミュンヘンで生まれた。父親はシュリンプフが生まれる前に亡くなっていて早くから自立する必要があった。パン屋でしばらく働いた後、1905年からベルギー、フランス、スイス、オランダを簡単な仕事をしながら放浪する生活を送り、北イタリアではアナキストたちと付き合い、 パン屋の出身で、後に、ナチスを弾劾した作品で有名になる詩人、作家のオスカー・マリア・グラーフと知り合った。第一次世界大戦が始まると病気になって、兵役を逃れ、ベルリンで暮らすようになり、絵を描くようになった。1916年に基版画の展示会を開き、注目されるようになり、ドイツ表現主義運動を代表する。 批評家のヘルバルト・バルデンに賞賛された。1918年からミュンヘンに移り、新聞理派の芸術家として活動した。1922年にイタリアに旅し、イタリアの美術雑誌、ビロリ・プラスティシを拠点に活動する新しい、具象画家たちのグループと知り合い影響を受けた。ドイツの画家、アレクサンデル・カノルトと協力し合った。1927年から、 ミュンヘンの工芸学校で教えたが1935年にナチスが権力を得た後、解任され、シュリンプフの作品は大敗芸術に指定され、作品を展示することはできなくなった。1938年に49歳で没した。ありがとうございます。